これはどんなハーブなの？ハイビスカスのハーブティー。あ、だからこういう色なんだ。夏にハイビスカスってイメージに合うね。私もそう思って入れてみた。それにハイビスカスにはクエン酸が多く含まれてるの。だから休みの日に飲めば体の疲れが取れてちょうどいいかなって。へえ、そうなんだ。最近は外回りが少ないから前ほど疲れないよね。仕事にも慣れてきたし。そうだね。回収作業がないと肉体的にも精神的にも疲労は少ないから。だけど俺よりアイラの方が大変だよね。そう？うん、そうだよ。回収の時なんて特に。でも本当に大変なのは回収される本人と所有者なので、私も苦しい気持ちになるけど、指輪をつけられるギフティアの方がきっと。指輪か。ギフティアの機能を停止させる道具ってどうして指輪なの？それはどうしてだろう。指輪である理由は作った人に聞いてみないと私もわからない。それって会社のエンジニア？ギフティアを最初に開発した人だと思う。指輪はターミナルサービスで管理してるんだよね？管理してるのは採者。指輪は作られた後すぐに採者に送られて保管される。ターミナルサービスは回収時に採者から指輪を借りるの。そうだったんだ。指輪は2つ揃って初めてプログラムが起動してギフティアの機能を安全に停止できるようになってるの。指輪って俺にはただのアクセサリーだけど、アイラにとっては複雑なものだよね。うん。機能停止プログラムと普通の指輪は違うものって分かってても、怖いって思っちゃう。自分を停止させるものっていう認識が強いから、私以外にもそう考えるギフティアはいるみたい。アイラ、大丈夫だよ。ここに指輪はないから。うん、ありがとう、つかさ。ねえ、つかさ。ん？つかさはこういう話、嫌かもしれないけど、私が寿命になった時、他のマークスマンに回収されたくないの。え？ギフティアを回収するのはギフティア、それが当たり前だけど、私が指輪をはめてほしいのは。うん、いいよアイラ、俺も同じ気持ちだから。司も同じ。俺は最後の最後までアイラと一緒に過ごしたいと思ってる。だからその時が来たら俺がアイラに指輪をはめる。つかさ、ありがとう。俺もアイラが話してくれて嬉しかった。他の誰かじゃなくて俺を選んでくれてありがとう。お茶、おかわりする？うん、お願いするよ。